皆さん、今日も本当にこんにちは。緑の妖精、山ちゃんです。今日のテーマは手です。タスズの手です。どうぞ。視聴者参加型マジックです。よかったら参加してください。必要なものはありません。今から手を使ったゲームをしましょう。まず左手をこのように出してください。そして右手の人差し指を左手の親指の上に乗せます。いいですか。そして今からこの人差し指を隣の指に5回動かしてほしいんです、うん、注意事項があります。親指から小指には動けません。必ず隣の指です。つまり1回目は必ず人差し指に動かします。2回目は中指か親指といった具合です。さあやってみましょう。1、2、3、4、5、できましたか。次は好きな一桁の数字を決めてその分だけ動かしてください。僕は7回動かします。1、2、3、4、5、6、7、できましたか。そしたら次は今と同じ数だけ動かしてください。僕は7ですね。1、2、3、4、5、6、7、はい、止まりましたね。最後は小指方向へ2回動かします。小指に行き止まったら薬指に戻ってください。いきますよ。1、2、さあできましたか。僕は薬指に止まりました。ズバリ皆さんも薬指に止まりましたよね。薬指に止まった方は高評価お願いします。止まらなかった方も高評価お願いします。要はみんな薬指に止まるよっていうやつでした。よくわからねえよって方がいたら直接連絡ください。昔昔のことじゃった。あるところにペンと時計と鍵があったそうじゃ。そこへ下の方から魔法の手がどんぶらこどんぶらことやってきて、どれか一つを取ってしまうそうじゃ。ばあさんや、この三つのうちどれか一つを決めておくれ。時計じゃな。どんぶらこ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 と下の方から魔法の手がやってきて、見事に時計を取ってしまうんじゃ。これはパラパラ漫画というそうじゃな。時計が消えてしまった。この魔法の手の不思議なところは他のものも取れるということなんじゃ。お次は鍵にしようかの。どんぶらこ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 と下からやはり魔法の手がやってきて、今度はなんと鍵を取ってしまったんじゃ。鍵が完全に消えてなくなってしもうた。まあこの不思議な魔法の手で最後はペンを取ってしまおうかの。どんぶらこ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 とやはり魔法の手が下から現れて、最後はペンを取ってしもうたな。ペンが完全に消えてなくなったところで、めでたしめでたし。手のマジックいかがでしたでしょうか。このやつね、皆さんぜひやってみてくださいよ、ね、これ大勢いる中でやらないとこれ意味ないですから。こうたくさんの人が、同じことをやって同じところに指が止まるというね、そういうマジックでございますから。またこれはですね、リモートでもできますし、電話でもできますし、何でも、どういう状況でもできますから、ぜひやってみてください。Say goodbye to Green Angel. He's going back home for the next magic show.